ウィリアム・ダッテルはイギリスの電気技術者、発明家である、ロンドンに生まれた。母親はフランス人で1881年にブライトンの地主、ジョージ・ダッテルと結婚した。少年期をフランスのカンヌで暮らし、機械いじりが好きであって4歳の時にすでに機械を作った逸話が残されている。スタネスロス・ギムナジウムを卒業した後、 ロンドンのセントラルテクニカルカレッジで、ウィリアム・エドワード・エアトンの下で、電気技術を学んだ。1890年から1893年の間、コルチェスターの会社、デイビー・パックスマン &CO で働いた。1893年に、アンドレイユージン・ブロンデルが発明した、電磁オシロスコープを改良し、測定可能な周波数を 50kHz を超えるものにした。 1893年から1901年までロンドンシティギルド協会で教え、協会で電気物理学的な実験を行い、計測器などの装置を開発した。オシログラフや熱電流計、熱、カルバノメータを設計した。1900年12月13日にロンドン電気工学協会の前で発表したシンギングアークと呼ばれる装置の実験で有名になった。 エディソンらによって白熱電球が実用化する前に使われていたアーク島の欠点の一つは放電時にハム音を発することでこの音の対策をする実験の中で回路によって周波数を変えることができることを発見し一種の電気楽器といえるものを作ったデモンストレーションで鍵盤をつけイギリス国家を演奏したとされる発信回路に関してはデンマークの技術者 ボルデマールポール船が開発しており、ダッテルの装置はポール船のものに及ばなかった。1907年に英国放射線協会の会長になり、1912年から1914年まで電気工学協会の会長を務めた。1906年と1909年に伝統のある王立研究所のクリスマスレクチャーの講師に選ばれ、電信と現代電気学について講演した。 1907年に王立協会フェローに選ばれ、1 0 1 2年に王立協会のヒューズメダルを受賞した。英国物理学会はダッテルの功績を称え、1923年からダドルメダルプライズを設け、毎年もしくは各年受賞していたが、2008年にガボールメダルプライズに解消された。ありがとうございます。